The Asahi Shimbun Globe.世界の今は日本の明日につながる、そんな思いで創刊されたグローブ。100号までに取材した場所は実に244箇所。世界とつながる日曜版、それがグローブ。生きた情報を伝えるため国境を越えるグローブ記者。仕事は多岐にわたり、従来の新聞記者のイメージを打ち破る。最近はグローブ記者はこれもやらないといけないです。しかもこれテレビで放映されるんで、声が入るんです。そう、なんかこう一人芝居みたいな。地元のお米ですか。スチールと動画、2種類のカメラ、さらにパソコンなど、海外取材の装備はかなりの重量になる。実際現地行ってみると両方手に持って結構忙しいっちゃ忙しいんで、動画撮った後に忘れないように写真撮ってるんで、やっぱその瞬間撮り損ねたらもうおしまいなのって動画で、人に会う時のインタビューとか、なんか物動いてるものとかで絶対逃しちゃいけない瞬間はやっぱ動画を優先にしてて。独自の視点で取材された特集は幅広い世代の好奇心をくすぐる。タッチセンサーがついてる。バスタブがこう日本人向けというかすごく深いんですね。一気に何枚も。結構重いですよ。首が痛いね。おお、すごい。車にティラノニアが釣れました。パワーを入れてみます。一番大変だったのはやっぱりまああれですよね、取材のキャンセルですよね。行ってみたらそこでキャンセルになると、俺何のためにここに行ったんだというところで改めて再調整をして。トラック倒れてますね。わお。見たもの、感じたことをダイレクトに読者へ。現地から直接発信することも重要な任務。ツイートをお送りしました。記者の拠点編集部、取材した内容はここでまとめられる。時には国内取材をプラスし内容を充実させる。一つの大きな物語を何人かで手分けして作り上げていくっていうことなので、常に大きな絵を意識しながらディテールを書き込むっていう、同時に2つの作業を進めている感じです。グローブのこだわりはデザイン。写真1枚にも神経を使いレイアウトを決める。グローブの顔である表紙のデザインは徹底的にこだわる。インパクトをよこせって言われるんだけど、僕はいつもインパクトなんてことだけで作ってていいのかみたいな。ステーキにはこういうお皿がいいだろう、お刺身にはこういうお皿がいいだろうって、いきなりステーキをその和食器に盛り付けてもなんかちょっと違和感があるじゃないですか。そういうね、テーマとインパクト、それぞれバランスを考えながらっていう、そういう感じですかね。グローブ記者はマルチに活躍。上智大学では特集記事を担当した記者自ら授業を行っている。読者と触れ合うイベント、これも記者たちの手で作り上げられる。2020年の東京って何かイメージを持つ。編集長自ら司会を務めることも。グローブにはこんな応援団も。
パントマイムによるサイレントコメディデュオガーマルチョバ。30カ国以上のイベントに招待されるなど世界が認める日本人アーティストだ。グローブとガーマルチョバ、2つの G が世界との架け橋になる。掲載日の夜、グローブ記者は BS 朝日今世界はに生出演する。貸し出し冊数も増えてるんです。投票率はすごい低いんですよね。時間に教えてもらってお話をしながら会う機会があったり、番組では記者が撮影した映像を紹介、記事では語り尽くせなかったことやエピソードを報告する。やってて面白いなというのはまた違う表現方法になってくるので、基本は一緒ですよね。ちゃんとその読者なり視聴者なりに言いたいことポイントを押さえて伝えるっていう意味では、グローブはウェブサイトや iPad でも読むことができる。私はグローブ来る前政治部だったんですけれども、政治部はとにかく日々いろんなことが起きるので生ネタをとにかく提供するっていう、まあその繰り返しなんですけれども、グローブはもっとその一つのテーマをじっくり追いかけて熟成させて、でその美味しさを読者の皆さんに味わってもらうみたいなことができるので、もう全く違いますね。世界を知る楽しさを伝えるため、グローブ記者は今日も国境を越える。